アショロアは2000年に記載されたタバ、柱木デスモスチルスカに属する、哺乳類の属。化石は日本の北海道をアショロ町で発見された。タバ柱木の中では特に基盤的な属であり、古代3期の後期前進用の日本に生息した。タイプ種のアショロアラティコストのみが知られている。タバ柱目の化石は19世紀から20世紀にかけて日本から複数報告されている。 1976年、北海道足路町で新たなタバ柱目の全身化石が産出した。化石は、知らぬか丘陵の地質調査を行っていた木村学により、7月31日にカミラ湾、モラ湾側の川床から発見された。2000年に、犬の塚の陸により親族紳士として、記載、命名された。2001年に、 アショロ動物化石博物館が開館した後、アショロアの復元が行われた。この時に組み立てられた全身復元骨格は同館で展示されている。また、2016年には新復元に基づく復元骨格が公開された。ベヘモトプスと共に発見された化石63点は、 アショロ動物群タバ柱類化石アショロは骨格として2018年にアショロ町の町文化財に指定された。なお、アショロ城以外から化石は報告されていない。骨格図体長1.8メートル、体高65センチメートル、体重350キログラムと推定されている。2021年時点で知られているタバ柱目の中では最小である。 タバ柱目一般に共通する特徴としては、カバのように太い胴体、短く頑強な四肢、広い手足、融合した尺骨と頭骨、長い噴部、上下に高い下顎骨、タバになった円柱状の特殊化した歯などが挙げられる。ただし、九種の特殊化はより派生的なタバ柱目ほど進んで、おらず、コブ状の歯が並んだような状態を呈している。また、紋肢も、 派生的な束柱目と異なり横一列に並んではいなかった。同じく基盤的な束柱目であるベヘモトプスと骨格の構造が類似する。ベヘモトプスとの大きな異は、肋骨がアショロアでは13体なのに対し、ベヘモトプスでは16体ある点、ベヘモトプスよりも腰椎が少なく胴部が短い点、球肢に帯状の膨らみである畑が存在しない点が挙げられる。また、 派生的なデスモスチルスが海面上の骨を持っていた。一方で、アショロアは密度の高い骨を有していたことが、林少子らの研究により明らかにされている。前者のような骨は、原生のクジラやゾウアザラシといった活発に海中を遊泳する種類。後者のような骨は、ジュゴンやマナティや、初期のクジラ類のように水中で安定した生活を送っていた種類に多く見られる。 このことから、アショロアは浅瀬で安定型の生活を送っていたことが示唆されている。アショロアは、タバハシラ木の中でも特に基盤的で、その年代は、約2800万年前と、約2500万年前のベヘーモトプスよりも古い、最古の族である。アショロアは、四神与に、アントラコブネ類から枝分かれし、後期前神与で、化石記録が確認されている。アショロアからは、 後期全身魚のうちに、コルンワリウスが枝分かれし、やがてその後のデスモスチルスへ派生した。すなわち、アショロアは、最古のデスモスチルス科の属で、他のデスモスチルス科の属の起源となったということである。一方で、好奇心魚には、アショロアから、ベヘモトプスが枝分かれしたと考えられている。ベヘモトプスからは、パレオパラドキシアが枝分かれしており、 アショロアはデスモスチルスカと同時にパレオパラドキシア化の起源にもつながっている。約2900から2400万年前の北海道は東西に分断されており、現在の同東の地界はプレート運動に従って南下を続けていた。また、当時の十勝地方は東部が海峡を成していた。このような環境でアショロアやウェヘモトプスは沿岸部を回遊していたと考えられている。 ありがとうございます。